Yeah. Yeah. 俺もまあただひたすらスノーボードが好きで、スノーボードと雪にまつわる生活かなが好きで、雪かきも別に嫌いじゃないし、それでツールがカメラもあったから、気がついたらずーっとやってたね。ただひたすらしつこくやってるだけで、普段からカメラは絶対持っていくようにはしてる感じかな。スノーボード行くんだったらカメラを持っていくっていう感じで、その日滑りに行って、まあ誰と山入るかはあれだけど、まあスノーボード持っていくのと一緒にカメラを持ってってるって感じで、今日は撮影に行こうっていう時もあるけど、まあ基本はそんな風に構えては行ってないのかな。で現場でも思ったよりね、状況良かったり、あれ今日ちょっといいんじゃないみたいな時があるから、じゃあ写真撮っちゃうみたいな。いいよ。普段から交流してセッションして滑ってっていう流れの中にカメラを持ってるだけっていう感じかな。普段からやっぱ一緒にセッションしてれば生まれるのかな、作品が。ありがとう。やばいじゃん、色なんか名スピークなんだろう、写真集で見た感じ。あ、なんか見たことあるある。高妻の撮影は雪はね、なんかちょっともう遅いかなとか思ったんだけど、その日のその条件の中で、まあ全然すげえ良かったんじゃないかな。あるを尽くすっていうか、それしかないかな。その中でそのあるものをどうよく引き出して、そのライディングをどうよく見せるかはこっちの仕事で、ライダーの仕事はあるものを斜面の中でどうかっこよく安全に滑り降りるかだから、まあそれができてれば、まあね、いいものは多分ね生まれると思う。目の前で起こっていることは真実で、まあそれ捉えるのがまあそうなんだけど、撮るだけじゃなくてどう生きてきたかとか、それをどう表現したいかっていうのもなんとなくわかるから、そこにエッセンスとしてこっちの撮り手側のものを何か入れて、それをどう今度俺がシンクロさせてアウトプットするかが、多分すげえいい作品が生まれる時なんじゃないのかなと思う。そこに一緒にいるっていうのがすごく大事かなと俺は思ってて、間違いない時に間違いないメンツと間違いない場所でいれば、多分いい作品写真は残せる感じはするけどね。ナイスナイス。